マコ、またはマーコとは、主に遺跡の発掘現場からの出土品を実測し、図化するための計測器である。大小様々な大きさのものが存在するが、長さが均一な棒状の部位が並列に並べられている形状が一般的である。深行棒状の先端部分を対象の異物に押し当てることによって、輪郭を記憶する。記憶された輪郭をなぞることにより、 正確な実測図を作成することができる。真実の項を取るというところから、まこと命名された。建築業界で古くから使われていた、型取り機を応用して、昭和初期に、考古学の世界で使われ始めた。穴沢光は、角田文英によると1928年頃には、のせう史密が使っていたと証言している。また、京都大学名誉教授であった。 小林幸夫は1930年にすでにこの器具を使っていたことを自助伝に記している。現在の考古学会では文化財事業の専門企業である第一号成株式会社製のものが普及している。当初は金属など様々な素材で試作されたが、遺物に与える影響を考慮し、竹が素材として使用された。現在では技術の進歩により、 柔らかな金属が用いられたマコも存在する。第一合成株式会社。ありがとうございます。